はい、じゃあ1号から白髪染めに染めます。あのテレビでさ、トリートメントはよく洗い流す方がいいって言ったらしいんだよね、お客さんがそれに言ったからさ、まあ一応流したけど、その髪の毛の状態を持って言ってるわけだからさ、なんでそういうテレビのことを信用しちゃってね、美容師のことを信用しないのかなと思って。あ、でも本当ですとか、その人の言ってることを信用して、だけどその人の言ってることが本当に合ってるかどうかはそう分かんないでしょ。だから本当、だからほら、どこを基準にしておくって分かるじゃない、だからそういうのがね、面白いっていうかね、思うよね。だからほら、身近な人にそういう自分のが絶対みたいな向こうに押してくる人が身近にいると本当に疲れる、本当にそんなことなんだっていいじゃないとかって思うことを そうなの、絶対こうだからみたいに本当だよね。そういう人は疲れる疲れるよね、本当疲れる。